ドイツの北西部に位置する非常に小さな町、ミュンスターの道路の真ん中。ここは数台の乗用車と人々が行き交うだけの場所で、突如として非常に高い水柱が噴き出しています。この高い水柱が地下水道から噴出する緊急事態にもかかわらず、ドイツの公共施設作業員たちはただ頭をかいて、周囲の車両の制御指示だけを出しています。停車している乗用車が道路に積み上がっていくその時、大型トラックから一人の日本人のおじさんが降りて、ドイツの公共施設作業員たちに大声で叫び始めます。ただの怒りだと思い、みんなが日本人のおじさんを無視していたその時、ドイツの公務員たちは何かを信じられないような失望した表情を浮かべてしまいます。一体、ドイツの道路の真ん中で何が起こったのでしょうか。こんにちは、私は現在ドイツで小さな金物店を運営しているトーマス・エリックと申します。私が運営している金物店では、単に日常生活の便利施設の修理に使われる修理用品を販売するだけでなく、私の店が小さな都市型の町にあるため、周辺に住む町民の生活で使われるあらゆる施設を修理している、事実上修理職人と変わらない生活を送っています。しかし、私は金物店を運営する前は、単なる普通のトラック運転手だった青年に過ぎませんでした。そのような私が現在の金物店を運営するようになった理由は、今私と一緒に街で唯一の金物店を共同で運営している日本人の松本さんがいるからだと思います。もともと私は、ドイツで美術関連のビジネスをしている母と父の下で育ち、芸術家の家庭で生まれた人物でした。しかし非常に得意なことに、私たちの両親は確かにドイツを中心に絵画関連のビジネスをしていましたが、実際には日本でより大規模な絵画教育に関する学院を運営していて、私は幼い頃からドイツで過ごした時間よりも日本で多くの時間を過ごしていた子供でした。そして自然な流れで、両親も私に直接絵を描かせたり、芸術的な才能を育てるために多くの教育を施し、また学院にも通わせましたが、なぜか私は静かに座ってただ絵を描いているだけではとても窮屈でした。もちろん、私はただの普通の男の子に過ぎなかったので、日本人の友達と外でサッカーをしたり、何も考えずに外で駆け回るのが好きでした。私が10歳になるまで、私はこのような親の下で自分があまり好きではない絵についての教育を受けていました。しかし、その間私は多くの日本人の友人を作ったこともありました。母が教える絵画教育が終わると、私は日本人の友達と一緒に路地を駆け回ったり、サッカーをして遊んでいたのですが、ある日、普段と変わらず友達と路地でサッカーをして遊んでいる最中に大事故が発生してしまいました。路地でサッカーをしていた最中、私が蹴ったボールがすぐ隣の家の窓ガラスを割ってしまい、非常に驚いた心持ちで友達と逃げようとした瞬間、私はある日本人のおじさんに捕まってしまいました。暑い夏の日、非常に短いランニングウェアだけを着ていたあの日本人のおじさんは、顔にシワがたくさんあり、まるで漫画に出てくるような怖いキャラクターのように見えたので、私はそのおじさんの怖い姿に驚いてしまいました。しかし、おじさんは怖い外見とは裏腹に、私がガラスで怪我をしていないか尋ねてきて、ガラスは自分で交換するから逃げた日本人の友達も全員連れてくるようにと言いました。私はおじさんの穏やかな姿に触れ、日本人の友達を全員連れてきました。そんな私たちのグループを見たおじさんは、私たちを連れて路地にあるスーパーに入り、私たちが食べたいすべてのアイスクリームを買ってくれました。自分の家のガラス窓が割れたにもかかわらず、親切に接してくれるその様子に、私はおじさんがまるで父親のように感じられ、そうして私は暇な時にはたびたびおじさんの家を訪れて食事をもらったり、アイスクリームをもらったりしました。その家には私と同じような子供がいなかったのか、非常に簡単な日本語で会話ができる私が訪れるたびに、おじさんだけでなく隣にいた日本人のおばさんも私を大変歓迎してくれ、私は次第に絵を描く時間よりもおじさんと遊ぶ時間だけを待ち望むようになりました。その日本のおじさんは小さな金物屋を経営していて、その店には私が普段絶対に見ることのできないドライバーや様々な工具、さらにはどこで使うのかもわからないトイレの便器まで置いてあったため、好奇心旺盛だった私にとってその場所はまさに天国のようでした。なんと3ヶ月以上もそのおじさんの金物屋で遊んでいた時、おじさんは私に店にあった様々な工具の使い方を教えてくれ、男性ならこのような機器を使って簡単な修理くらいはできなければならないと言いながら、たった10歳だった私に多くの修理技術を教えてくれました。
私がドイツから来た外国人であるという事実には全く何の関心も示さず、非常に稀に自分がドイツ語を学んだと言いながら修理技術を教えている途中で、私にドイツ語について尋ねるその姿は本当に情熱にあふれているようでした。しかし、毎回への勉強の復習をせずに日本人のおじさんの金物屋に行ってしまう私の姿に、ある日、母は密かに私を尾行して、最終的に私がその日本人のおじさんの金物屋で修理技術を学んでいたという事実を知ってしまいました。母に叱られるかもしれないと非常に困惑していたのですが、なぜか母はその日本人のおじさんに非常に感謝していると言い、世の中を生きていく上で絵ではなく、お金を出しても学べないような技術を学べるときに学ぶべきだと言って、単に楽しみとしていろいろな技術を教えてくれていたその日本人のおじさんに対して、引き続き感謝していると言いました。そしてその日以後、私は松本おじさんの金物屋に毎日出勤するように、もはや絵も描かずにそこに行くようになりました。毎回私が訪れるたびに、簡単な丼やラーメンものを作ってくれて、おじさんが金物屋の道具の使い方や修理方法を教えてくれる時間が、私の一日で一番楽しみな時間になりました。しかし、いつもと変わらず松本おじさんの金物屋に到着した日、なぜかおじさんはいませんでした。いつも私を歓迎してくれていたもう一人のおばさんが出てきて、松本おじさんは当分の間、金物屋に来られないだろうと言いながら、おじさんから私に渡してくれと言われた小さな工具箱と手袋を手渡してくれました。そして、その日以降約1年間は松本おじさんには全く会えませんでした。毎日その場所に到着して松本おじさんがいるか確認していた日々もありましたが、6ヶ月後にはその金物屋が完全に閉店してしまったため、もう松本おじさんに関する情報は得られなくなりました。そして、私は10歳を少し過ぎた頃、家族と共に日本を離れて再びドイツに帰ることになりました。母が運営していた絵の学校にもう生徒が来ないため、仕方なく下された決断でしたが、私は日本を去る最後の日も非常に惜しくて涙を流してしまいました。すでに松本おじさんが運営していた金物屋はなくなっていましたが、ドイツに戻るその瞬間から、もう二度と松本おじさんに会えないという母の言葉は、当時の私にさらに大きな喪失感を与えました。結局、再びドイツに戻った私は、ドイツでの各種教育プログラムに順応していき、ただ普通の生活を送ることになりました。再び日本からドイツに戻ったせいか、母はまたもや私に絵に関する教育を強制し、だんだんと私を家でただ絵を描くだけの生活にしていきました。結局、日本からドイツに帰って約5年間、母が言う通りにイヤイヤ絵に関することを学びながら、家での生活にだけ慣れていきました。しかし、大学に進学するなら私は二度と絵を描かないと決意していたので、大学入学の日を待ち焦がれていました。そして、ついに大学に進学する時が来た際、私は両親が望む絵に関する学科には応募せず、私が好きだった機械工学や産業工学に関する学科に進学しました。両親の同意なしに一方的に下した選択でしたが、なぜか両親もこれからの人生は自分自身で切り開くものだと言って、もう私に対して絵に関する強制はしなくなりました。そうして私は大学に進学した後から、10代の頃の記憶が影響しているのか、ドイツの友達よりも日本人の友達を多く作り、3ヶ月に一度は日本へ旅行に出かける生活を楽しむことができました。特に、日本へ行くたびに幼い頃に様々な工具の使い方を教えてくれた松本さんの金物屋は、日本に到着するたびに最初に立ち寄る場所でしたが、大学に通う年齢になるまでにその金物屋はすでに看板さえ残っていない建物に変わってしまっており、その度に本当に悲しくも不思議な感情が湧いてきました。日本人の友達を多く作るようになって、私は再び活動的な自分を取り戻しましたが、ある日、父が重い病にかかってしまい、私は人生の岐路に立たされました。私が望んでいたのは、機械に関する学問を続けて、自動車関連の会社に就職することでしたが、突然糖尿病にかかってしまった父は、ちゃんと歩くことさえ難しくなり、私と母に大きな医療費の負担をかけてしまいました。父が早く回復することを心から願っていましたが、そういった高額な医療費を支払うためには、母の収入だけでは限界がありました。結局、私は大学を一時中断し、すぐに多くのお金を稼ぐことができるトラック運転手関連の資格を取得し、朝から夜まで働くトラック運転手の生活を送ることになりました。もともとは自動車関連の大企業に就職することが望みでしたが、それができなかったため、せめて自動車という物体に近い環境で生活するためにトラック運転手として働く選択をしました。当時、私が最も多くのお金を稼げる職業もトラック運転手しかなかったのです。
そんな風にトラック運転手として約2年間生活していた時、私は一つの交差点で停車することになりました。普段は交通渋滞しない場所だったのですが、不思議と今日は交通が非常に混んでいました。前を見ると、信じられないほど高い水柱が道路の下水管が壊れたようで、非常に力強く空に吹き出していました。空から落ちてくる水道管の水は次第に道路自体を浸水させており、低い地域の道路だったせいで、道路上の車たちは徐々に移動が困難な深刻な状況が始まっていました。しかも、すぐに駆けつけて修理しても足りない状況で、ドイツの施設公務員たちはなんとその事故を5時間以上放置していました。そのせいで私のトラックだけでなく、道路上のすべての乗用車も深刻な浸水被害を受けてしまいました。しかし、すでに遅れて到着したドイツの施設公務員たちは、ただ高く吹き上がる水柱を見ているだけで、彼らが持っている道具でそれを修理することは不可能だと言い、ただ手を引いて頭をかいているだけでした。私のトラック運転の仕事にも影響が出る状況に怒りがこみ上げてきたその時、私の隣にいた別のトラックから突然、日本人のおじさんが降りてきて、日本語で道を開けるように言いながらその水道管の方へと歩いていきました。私は日本語がわかるので、その日本人のおじさんが非常に怒っていることを理解して、私はただ状況を見守っていました。ドイツの公務員たちと数回会話を交わした後、その日本人のおじさんはどこかに電話をかけ、すぐに現場に到着した他の日本人のおじさんたち10人と共に、吹き出している地下の水道管に直接降りて修理を始めました。施設の公務員たちは自分たちも驚いているようで、ただ状況を見守っているだけでしたが、その日本人のおじさんたちが修理を始めると、高く吹き上がっていた水柱はすぐに止まり、水が地下道の一方に流れるように臨時の水路も作られ、道路に溢れていた水の水位が下がって徐々に安定してきました。車の中で状況を見ていたドイツ人たちも、道路から脱出できるほどの浸水状況が徐々に改善されるのを見て、車から降りてその日本人のおじさんたちに拍手を送りながら、感謝の意を込めて手を振り始めました。この一連の状況が終了するまでに約2時間しかかからなかったので、私も非常に感謝して、そのおじさんに感謝の言葉を伝えるために近づいた瞬間、私は自分の目を信じることができませんでした。その方は、とても昔私に修理の技術を教えてくださった松本さんだったのです。しかし驚いたことに、松本さんに近づいてみると、彼の右腕が義手だとわかりました。すぐに松本さんも私を認識したのか、嬉しそうな日本語で私の名前を呼びながら抱きしめてくれ、今までの状況を話してくれました。私の父と同じように糖尿病が悪化した松本さんは、最終的に片腕を失い、義手を装着せざるを得なくなりました。当時、彼と親しくしていた友人がドイツへ移民するというので、彼も一緒に行き、私も知らない間に私の近くの町に住んでいたのです。世界がこんなに狭いと感じると同時に、嬉しさも湧き上がりました。しかし、私は松本さんに、どのようにしてその水道管をあんなに早く修理できたのかと尋ねました。松本さんは、日本ではもっと早く修理するのが普通だと言いながら、幸いにも水道管の損傷部分は大きくなく、簡単に仮の修理をして水が流れる枠組みを作っただけで、それほどのことはないと話してくれました。松本さんに状況を尋ねると、施設の職員たちは修理のための機材を持ってくるのに何十時間もかかると言いながら修理を試みていなかったが、幸いにも松本さんは、ちょうど新しい修理機材をトラックで運んでおり、道路を迅速に安定させることができたと話しながら、運が良かったという意味で親指を上げて見せてくれました。松本さんは私がドイツ人だということは知っていましたが、ここに住んでいるのかは知らなかったと話しながら、彼の友人たちも日本と同じように、現在ドイツで金物屋を運営していると教えてくれ、遊びに来るようにと言って名刺を1枚渡してくれました。そして翌日、私は約10年前と同じように、日本の松本さんの金物屋で何かを学んでいた少年のように、松本さんの友人がドイツで運営している金物屋に遊びに行き、非常に楽しい時間を過ごすことができました。たくさんの会話を交わす中で、私たちの困難な状況を聞いた松本さんと彼の日本人の友人たちは、危険にトラックを運転するのではなく、彼らと一緒に金物屋を運営する従業員として働かないかという優しい提案をしてくれました。給料もトラック運転手よりもずっと多くいただけるという言葉に、心から感謝の気持ちが湧き上がり、何とも言えない涙が流れました。そして、約1年の時間が経った今、私は松本さんと一緒に私たちが担当している村のドイツ人住民たちの生活の修理を迅速に行う専門家として名を馳せ、金物屋のビジネスはさらに拡大しています。
私たちの父の医療費も松本さんの金物屋で働くことで十分に支払うことができ、そのためか幸いにも父はすぐに体を回復しました。毎日、松本さんと一緒に金物屋で一日を過ごしている今、私は誰よりも幸せな日々を送っています。今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございます。